初めて会った時すぐ分かった。この人はきっとクロー君の初恋の人だ。いい人ね、クロー。僕の恋人で大学の先輩の弓原咲さんです。はじめまして。じゃあ私は下のカフェにいるから。え、私がいたら邪魔でしょ。挨拶がしたかっただけなの。だからごゆっくりね。失礼します。